え、皆様ごきげんよう。え、今日なんですけど、またこちらのサングラス案件いただきました。出た最高のサングラス、めちゃめちゃいいやつね。あの映画館みたいな、そう映画館みたいになるんですけど、これかけると携帯なんかに繋いじゃってさ、こうかけるともう映画館が浮かび上がるっていう、もうこのすごいサングラスね。うん、前回やっぱ好評で本当にいいものだから、うん、めっちゃ売れたみたいで、また案件いただきましたんで今日もやっていきたいと思います。はいはい。ということでね、弟をね初めて家に招いてみようかなということで。おお、はい、カイ君はね初めてなんですよ、プライベートで会うことないんでね。確かに見んね、会っとるの。はい、練習ぐらいか。そうだね、練習でも会ってないんだけど最近で言うと、うん、まあ弟を使っとけば伸びるかなということで。めちゃめちゃ言い方ね。はい、うん、で、まあ今日の企画なんですけどね。はいはい、そこだよね。まあ僕らをね昔から見ているファンは知ってるでしょう、あの存在を。え、久々の登場ですよ、広田笹尾さんです。お久しぶりです。いやー、久しぶり。芸人みたいに出てきて、ね、え、女じゃなくなくなってる。どうぞ。ちょっとなんかいそう、いそう、たまにいるよね。やってます。別に違和感ない。もう違和感ないか。ちゃんと塗ってるんだ。これ一応黄色は長いようにしといて。多分僕らのためにこれ大丈夫です。ちょっと待って、他にもなんかやった？あ、チーク。なんでそんなとこまでやったの？ちょっとしっかり。ガチでじゃん。しっかりとこかな。いやいや、大丈夫って前も言ってたけどさ、佐々木くんのティーバッグのようになったよ。あ、確かに。佐々木くんのティーバッグになったんですよ。黄色になりましたね。女性に認定されたんですよ。ああ、ね、あなるほど、ね。あの時女装もしてなかったしね。そう、ボーリングパンティーね。そう。シワシワのやつねこれ。一応なんかメイド服みたいな。なんか雑になってない？そう、本当に作り込みが。だんだん、ね、髪の毛はサンタ仕様ですね。まあ確かに23日公開だったらね。そうですね。今日このサングラスをかけてもらって最後、うん、こう家をさ案内した後、うんうん、佐々木君にね。前々からも撮ってもらってんで、この格好で、はい、その映像を流します、はい、俺たち履けます。でサングラス取ったら佐々木君、じゃあ笹尾さんが襲ってくるみたいな、はい、これは何、佐々木君提案でしなの、何これ。まあ、佐々木君が提案してきただよね、うん、そうですね。やりたかったんだ。久しぶりに。正直この案件も佐々木君が、はい、ね担当してて。ああ、そうなんだ。そうなんですよ、ね、で僕がやりたいですって、うん、なんかつなげてきたよね。あ、さすがだな。プライベートと今後すぐやめてほしいけどね。ああ、確かにプライベート見たらもうすもんね。その願望もなんか案件でさ叶えていくのやめてほしい。その感じは出てます。最初さ、うん、飯田さんだったよ。ずっと飯田さんって飯田さんでやりたい。飯田さんでやりたいってこの企画ずっと言ってて、飯田さんとさここ最近3本目になっちゃうから、うん、ちょっとさすがに視聴者的にくどいってなっちゃうかなと思って、はいはい、次に回を出してきたよ。だったら解散で、ね、そうそうそう。一番惚れてるのは最近飯田さんです。確かにね。そうなんですね。怖いな。え、その佐々木くんがさ、自分で撮った映像をさ、YouTube で流せるぐらいのやつ。あ、完全に OK です。完全に OK。マジで頼むよ。本当に。ちょっと見たいんだけど、その映像を一回。確かに見てないもん。一回向けるに見てもらったら。いや、大丈夫。大丈夫。お楽しみで。うん、はい。お楽しみ。お楽しみって。まあサングラスで見るときワイプでね。あ、そうですね。流せますから。はい。じゃあ。来るまで待ちますか。はい、待ちましょう。僕どこも隠れてたんですか。まあそっちのねトイレの奥の方に隠れてもらって、どうしようかな。そっか、じゃあ最後ここでサングラスつけ始めた時にタクマとかに呼んできてもらって、あ、とりあえずミッション的にはさ、茶化した感じがおるんじゃなくてちゃんと行きたいよね。そうだね、確かに。うん、その口紅で、はい、キスとか、キスの上を行きたいよね。もう上、うん、濃厚なキス、濃厚下入れ、下入れば、うん、下入れば、それ多分赤っすね。大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫ですか。個人的には個人的には全然大丈夫ですよ。大丈夫です。個人的には全然大丈夫ですけど、どこまで行きたい。え、じゃあマウントで全部ぐらいですか。全部っていうのは脱ぐ、下も脱いで、あ、脱がすってこと。そこまで行けば超えてますよね。確かに、あ、脱がしたいんか。それで言ったらもうペーパービューで、ペーパービューで行きますか。そしたら最悪、一応映像もどう、そこまで行けたら NFT とかもできるし。あ、確かに。そんなことないね。そろそろ来ちゃいそうなんで、じゃあゆるっとやっていきましょう。はい、来ましたね。じゃあ招待していきますか。していきましょう。お願いします。イ
疲れです。すげえな、これが。お邪魔します。お邪魔します。あ、海軍団だ。すごい。お久しぶりです。久々のコラボだよね。ねえ。なんだかんだ。久しぶりです。久しぶりです。いつぶり？いつぶりだって1年ぶりだよ。1年か確かにそんぐらい経ってるんじゃない？最後さ、最後あれか、お風呂か入浴に。ああ、そうだそうだ、1年は経ってないわ。半年ぶりぐらい。なんか斉藤くん垢抜けたよね。あ、ほんとっすか。彼女できたでしょ。できてないです。おできてない。できてないです。どうしたって？怪我しました。ファイターで練習。あ、確かに投げすぎちゃった。すごいじゃん。斉藤くんね、なんかね、一丁前な雰囲気出してくるの得意だから。ちょっとなんか、生態行きまくってたからね。確かになんか、都会マンだな。本当ですか？都会マン。だって出会った時なんてさ、3年前だっけ？そうです。まだ俺がジムのインストラクターやってる方の時。はいはいはい。マジでヤバいやつ来たなとか。なんかパチンコに暮らしてますみたいなさ。パチンコに暮らしてる？そんな感じだったの？なんかもっとね、汚かったんだよ。汚かったですね。清潔感高かったね。ハブがめっちゃ汚かったし。結構なディス。いや、今結構すごい見せてくる。やばいました。やっぱね、美意識って大事っすね。そう。うわ、かわいいな、なんか。ちょっとキャラクターみたいだね。え、今日は何がするんですか？いや、まあ、初めて家来たことだし、家の中を散策、うん、いいね。紹介しようかなと。え、動画見たことある？ちなみに動画で。ここら辺の。あ、じゃあ、ある程度分かってんだ。うん、そっか、分かってんだね。けど、実物違うもんね。確かに、細かいところを見ていくから。どういうこと、どういうこと、どういうこと。あ、え、細かいとかって。何あれ、なんかさ、うん、しじみの味噌汁に耐えられない。これ何？え？カットのおばちゃんとかさ、買ってくれるわけ。これはいるでしょ。いるね、これ。女の子いるね、これ。完璧だよね。女の子はいないでしょ。女の子はよく来るけど、よく来る。確かになんかあれだね。なんかダーツもあってさ、ビリヤードもあって、カラオケもあるでしょ。そうそう。もうどこにも行かなくていいね、ここで。最高じゃん。確かにそうか。確かに。外出れないですもんね。声かけられるし。出れないことないでしょ。もう予定よりできないでしょ。全然気にせずに行っちゃうんすけどな。気にせずにね。もう。どこから行こうかんじゃん。こっちから行く？こっちにはね、とりあえず審査あるんですよ。そっち行かなくていいですよ。あ、そっち行かないの？ルームツアーじゃないのこれ。いやいや、もう普通にもう、いいんじゃない？こんな感じで。そこがカラオケなんですか？確かにカラオケ見たい。一緒にカラオケある。カラオケね。カラオケ見たい。確かに楽しいな、これは。すごいね、これ。家賃いくら？家賃いくら？会の年収、あ、違う、会の。とんでもない家賃。会の月収の、多分3分の1ぐらいだと思う。こちらがですね、そっか。あー、エロいね、これは。ここに。確かにエロさはあるな。ここに連れ込んでんだろ、なんかめっちゃいい匂いするしね、これ。どうですか、これ。ちょっと、ちょっと、めっちゃいい匂いする。ね、これいい匂いだよ。すごい個人戦になってんだけどさ。やっぱ今日ですね、やっぱ。まあ、すごいね。すごい。あ、これサウナ？そう。めっちゃいい匂いする。サウナにね、ハマってるんですよ。これ電気つくんじゃん。おー、すげえ。じゃあちょっと俺のチャンネルでみんなでサウナ入りますか？マジでサウナ入る？だったらもう、つけてかんと。すごいな、いいな。サウナでマジでハマってんすよ、僕。あ、そうなんだ。毎週行ってるんですよ。で、こっちにカラオケありますよ。サウナ活だっけ？サウナ活です。サカツって言うんだ。サカツしてる。へぇ。いや、だから疲れ取れていいんですよ、めっちゃ。あー、確かに汗かくとね。あれだよね、肌も綺麗になるとかね。こんな広いんだ。いや、すごいな。こちらにカラオケ。おぉ、マジだからカラオケじゃん。すごいやん。広っ。ガチなやつじゃん。こんな広いんすね。ガチなやつよな。ガチだ。ガチすぎるよ。すごいね。めちゃめちゃいいじゃん。まあ、だから歌うことはできるよね。斉藤くんだったらワンちゃん著作権に。まあ、自分の曲になっちゃうから。音外れすぎだよ。この部屋多すぎて秘密の部屋だ。こっちトイレだね。すごいね。隠れんぼしたいね。隠れんぼ。隠れんぼ全然できそうだね。できる。まあね、とりあえずあれですよ。めっちゃ広いよね。こんな家に住みたいですね。カイ君もいいとこ住んでるでしょ、うん、いや俺全然そんな。やっぱ最近の中で一番いいのがこのアイデアなんですよ。
これね案件来た突然えこれね、すごいんですよ。確かになんかね、すごいね、兄貴からコラボしようって言われた時大体案件なんですよ。薄々感じるなんですよ。そんなことない、そんなことないよ。前の入浴剤してそんなことないやんね、でもないな。別にたまたまやん。たまたまタイミングが合っちゃっただけ。一旦さまでさ。まあでもね、いつもいいもの紹介してくれるよね、本当に。そう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 。そうです。確かに一人寂しい日もあると思うし。うん。でね、映画とかさ見たいと思う時あるじゃん。あ、これ見たよ、なんか YouTube やってたよ。そう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 。これ一回体感してもらって。うん、せっかくだしね。すごいからねこれ。本当の意味で。うん。何どうやってやる？あ、これどうやってやるんだっけ？携帯つなげれるんですよ。本当にすごいからね。ね。これ多分買った人みんな満足するよね。これは満足するよ絶対、うん。これをね、ぜひ会員にね見てほしかったっていうのはあるよ。本当にすごいですか？じゃ本当にすごいよ。マジで。これをね再生押せば流れるんですよ。これかけて。はい。流れてる？いや変なの映ってるから、ね、なんかケツの穴みたいな。どういうこと、どういうこと、ケツの穴が映ってる。動画動いてる、動いてる、なんかまだケツの穴が映ってる。それでもとりあえずこれ多分再生されてないからじゃない。これ再生しない。斉藤くんいいっすか、じゃあ再生。じゃあつけてください、再生しない。つけてもらって。つけて。もう味わってもらいたいよなこれ。すごいしょ、これ映画。おお。すげえ、何これ。ちょっと待って、なんか。すごいね、すごいけど。カイさん、お待たせ。どうしよう。今から適当。すごいね、すごい。誰これ。気合が入りまくる。気合が入りまくる。これで。これ流れてた？久しぶりに来たなこれ。何年ぶり？何年ぶり？久しぶりですね。笹は？二年ぐらい。ヒロと笹は？二年ぶりぐらいで。クリスマス仕様。クリスマス仕様です。クリスマスに上がるのこれ。23アップだね。ひげ生やしちゃってどうした？何これ？何ですか？多分伸びんぞこれ。あ、伸びる。すいません。ちょっと本当の意味で緊張しちゃったんじゃない？緊張したかもね、マジで。緊張しましたよ。口がすごい。久しぶりだった。めっちゃこっち。最悪だよ。口が。本当やん。あ、ちゃんとチューしたんだ、それ。ちゃんとしましたよ。ちゃんとしましたよ。普通の方があると。ちゃんとしたやつが。最初のケツの穴みたいな。もう十人に聞いてるんだけど。あ、これすごいね、でも、本当にもう映ってる。うん、映ってます。なんか映画館に来てるみたいな。ここにいる。ここにいるね。これすごいね。これ AV みたいですね、これね。え、カイ、いつからそんな感じになったの？すごい、キャラクターが変わりましたね。カイ、そんなこと絶対分かったよね。いやいや、そういうキャラですよ。いや、え？え、ちょっと待って、斉藤くん、そういう感じ。大森くん、大森くん、いつからだった？いつからだった？最初からこうです。動画では出せなかっただけ。あ、そういうことか。なるほど、バレちゃったんですよね、もう。バレたか。すごいな、これ。開き直ってて。これすごいね。すごいよね、マジで。マジですごいです。これこっち側見えてるよ。ちょっと見える。ね、画面越しにちょっとだけ見えるみたいな。あ、すごいね、本当にすごい。ブレイキングダウン？ブレイキングダウン流れてます。すごいでしょ。これすごいね。特大スクリーンみたいな、テレビの2倍ぐらいのサイズ。でかいよね、意外と。特大サイズ見れるみたいな。ベッドで見てもいいし、飛行機とかでも見れるというね。転がりながら。これいいね、あれしょ、ネットフリックスとか YouTube とか見たいもん。はい、ということでね、はい、今回はさらに動画視聴者特別キャンペーンを実施してくれるということで、キャンペーンやるんだ。やるみたいです。動画公開から12月31日まで、朝倉未来の動画を見た&商品 CR 番号をエンリアルジャパンにメールで送ると、あれに入れますか、
うん、テロップでも。もうその格好で真面目な話になりました。仕事モードです。特大ゲーミングマウスパッド、これですね、が抽選で80名様にプレゼントしてくれるということです。マウスパッドとサングラス、あ、普通のサングラスね。こっちは別に映らない、普通のサングラス。ちょっとはめてみてよ、それ。おお、いいね、いいね、ちょうどいい濃さ。お二つがついてくる、ついてくるか、プレゼント。ついてくるっていうか、もう80名様に当たるって感じかな、当たるというか、プレゼント。概要欄に詳細貼っておくので、気になった方はぜひチェックしてみてください。ということです。はい。はい、いきます。ということでね、久々のコラボでしたね。はい。まあ、企画自体はちょっと雑すぎた、商品自体はいいっていうのと、まあ、この絵だけで、ね、久々に見えたっていう方もいると思うんで、よかったんじゃないですか。はい。よかったです。で、どうする？続き。サウナとか言ってたけど、サウナどうなのね、伸びるかね。2人で入れば。ビリヤードとダーツあるから、ちょうどメンバー対決みたいな人も面白いかも。おぉ。ダーツやる？いいじゃん。サウナ入りたそう、海外。サウナ。みんな強そうだね。勝ったら、なんか欲しいです。あ、このメガネ。あ、このメガネ欲しいよね。なんかもっとヒリヒリする戦いにしようよ、それだったら。おぉ。負けたらダメだね。メガネと、時計と靴と。おー、なんかちょっと偉そうだな。この二人がちょっとダーツ対決、ダーツとビリヤード両方でいいんじゃない。ビリヤードダメなの、俺らなんか下手すぎて多分勝負にならんの。いや、もう気持ちいい。だからダーツだけでいいんじゃない。気持ちいいっす、気持ちいい。気持ちいい。いろいろあるよね、戦うのは。まあ、いろんなやつはあるよ。ビリヤードでも弾入れなくても。気持ちいいじゃん。でも彼がね、やりたい企画やったらいいんじゃないですか。まあね、確かに、うん、対決しましょう。おお。やばいものがありますか、じゃあ。やばいやばいものって、クリスマス近いし、ええ、おおおおっとおっとおっと、何とかだクリスマス近いしさ、ちょっと高価でもさいいかもしれないよ、クリスマスプレゼントみたいな意味で。あ、視聴者に、あ、視聴者にいいじゃん、それもありかもしれないですね。じゃあ負けたチームが視聴者プレゼント、何を雑貨。いやいや、大雑把すぎます。現金1000万みたいな。うわぁ、でかいでかい。それはね、ゆうこさんじゃないか。え、面白くないですか。めっちゃ白熱しちゃう。白熱するだろうね、それは。回のチャンネルの方だったからね、とりあえず。あんま詳細言っても。まあ、それは決めてもらいましょうよ、じゃあ。決めて、じゃあ対決しましょうか。はい。OK です。続きは回チャンネルの方で。はい。よろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございました。